テオドール・コチュヒ。テオドール・コチュヒは、オーストリアの植物学者、植物収集家である。中東などで膨大な植物を収集した。現在のポーランド、シロンスク県のウストロンで生まれた。父親は、チェシン出身の新学者、教育者で果実に関する著作もある人物の、カール・フリードリヒ・コチュヒである。12歳で登山を行い。 ワルシャワの教授たちとベスキディ山地のバビア・ゴーラを旅し、博物標本を収集した。神学校に進むが、厳しい校風に合わず対抗し、自宅で教育を受けた。1832年に高校卒業資格に合格し、ベルリンに旅した。ベルリンで探検家のアレクサンダー・フォン・フンボルトの著作に影響を受けた。牧師となるために、ウィーンで進学を学ぶが、 進学には興味を失い、アルプスやハンガリーなどで自然観察をした。1836年から1838年に行われたオーストリアの地質学者、ルーゼッカーのナイル上流域の鉱物資源を探すエジプト探検に参加した。博物標本を集め、アラビア語を学んだ。百三十八年の末、大半の探検隊員が帰国した後も、 アレキサンドリアに残り、博物標本を売ったり、現地の裕福な企業家から資金を集め、再びナイル流域を探検し、ナイル源流まで達した。資金不足で困難に陥ることもあったが、農園主で紡績業者の援助を受けて、1840年にキプロスを、1841年にシリア、メソポタミアを探検した。1842年にはペルシャを訪れ、 1843年にダマーバンドさんに登場した。1843年に集めた標本を売却し、借金を返してヨーロッパに戻った。自然科学の学位を得て、ウィーン大学植物園での仕事を得て、植物園の費用でアラビア語やトルコ語、ペルシャ語の知識も活かして再び、中東各地での植物収集を行った。豆科の植物の俗名、カツヤや、 イネ科の植物の種、イージラップス活用、ヤモリカの動物の種、シルタポディアン活用やミディオダクトラス活用など多くの生物の学名に懸命されている。コチは植物の学名で命名者を示す場合に、テオドールコチュヒを示すのに使われる。ありがとうございます。